はい皆さんお疲れ様です小川た平の事件考察室本日撮影収録日は2024年1月21日日曜日になりますえ今日の分の配信はですね1月25日え木曜日を予定しておりますよろしくお願い申し上げます今日はですねえ警察官の不祥事についてねえお話をさせていただきたいと思います岡山県警の警視庁 岡山県警の警視正っていうとえ、昨年10月ですかね、に起きた事件のことを思い出すかと思うんですが、実はね、そうではないんですね。今回は岡山県警の警視正承認試験問題を漏えいしたという事件になります。承認試験というのはね、警察官が、 承認すするるために受ける、ね、試験なんです私も承認試験受けてきましたけども承認試験の問題が漏えいするんだってちょっとね驚きましたそんなものを上司が部下だと思うんですけど部下にね教えてくれるところがあったりするのと思ってですねちょっと驚いてるんですけども実際にあったようです この漏洩したもの、まあこれね、容疑者になるんですけども、なんとね、交通部長、交通部長っていうと、その県警の交通部の中ですね、白バイとか、いろんなあまあ部門がありますけどもね、その交通機動隊とか、高速道路があるところは、高速隊とか、県警本部には交通捜査課、ひき逃げ等をね、捜査するところ 交通規制課、いろんなね、交通部って部署が非常に多いんです。人員も多いです。その中のトップ中のトップ。ですから、交通規制課長だとか、交通捜査課長とか、交通機動隊長とか、いろんな交通部の課長がいるわけですね。課長というのは、所長と同じ立場です。その部署のトップですから、そのトップの中のトップなんですね。 交通部長っていうのはその交通部長がなんと承人試験の問題を漏えいしちゃった私もね交通部長って聞いてあ確かに交通部長は漏えいできるだろうなぁと思いました例えば交通捜査課からこういう試験問題どうですかっていうことを出すそうなんですねひき逃げ捜査における初動捜査要領について述べよ とかっていうのがね試験ででるわけですでもちろん試験問題と回答模範回答を作るわけですねその交通捜査課でそういったのが各課から集まったのが最終的にはこの交通部長のところに行くわけです交通部長がトップですからで交通部長がじゃあ交通部の試験はこの問題にしよう というふうにですねあの一部の試験二部の試験とかってあるんですけども、えー、例えば100点問題なら50点問題が1つ25点問題が2つとか3つぐらい出るわけですけどもそれを決める権限があるのは交通部長なわけですねそれをまた最終的にはもっと上に通りに持っていくんですけどもそれがね、えー、その各部の部長が決めますから当然この井上容疑者は知ってるわけですよ、ね、最終的には自分が出せるわけですからただ他のところは まあこういったのが問題になっているなとか交通部っていうのはよく法律が変わったりするのでそういったものが出たりとかするんですけどもあとはその県警によって重大課題死亡事故抑止対策について述べようとかそういった大きな問題が出る時もあるんですけどもそういったのをね漏えいしていたとんでもないなっていうかこれどう考えても公平さに欠けますよねと思いましたで今回発覚の短調は部下の警察官 ということは、まあ、交通部長は交通課とかね、交通部門にいる者全員部下ですから、交通部門のどこかの所属でしょうね、その部下の警察官から県警に相談があって発覚したんだということなんです。で、この井上卓彦容疑者はですね、この事情聴取に対してですね、この承認試験の問題。 えー、漏洩事事件に対してて、えー、実を認めているこれ非常に大きいですよね。あの、漏洩したことは間違いないというふうに本人がね、認めているということなんです。じゃあこの承認試験、内部の試験ですよね。国家試験ではなく、警察内部の試験を漏洩したら何の事件になるんだっていうのはですね、国家公務員法違反。 守費義務違反に当たるとされています。これは警視正から国家公務員になるので、本来は岡山県警の警察官なんですが、警視制に承認した時点で国家公務員になります。ですから国家公務員法違反。これが警視以下だとえ地方公務員法違反、地方法違反になるんですが、今回は警視正ですから国家公務員法違反になっているということです。ここでね、ちょっと私が疑問に思ったのは、県警の監察官。 監察官室。まあ、岡山県警の場合は、県警監察課というね、警視庁とかね、あの、神奈川県警とか監察官室ってあるんですけども、え県警監察課というところがね、コメントというか、まあ、あの、メディアの取材に対して、現時点ではコメントできないというふうにね、NHK 等の取材に対して発表しているんです。なんでコメントできないのかなと、事実を認めているんだし、コメント発表すれば、 いいのになあと思うんですけどもまあコメントできないというふうに県警の観察かはね発表しているということになります承認試験に対して受かってない私が言うのも変ですけども承認試験に向けてね所長になるには課長になるのはなるには係長になるには皆さんその段階を踏んでいきなり刑事課長の試験って受けれないので巡査部長試験受けて警部を試験受けてで警部試験受けてやっと 警部になれるそうすると刑事課長とか地域課長とかいろんな課長になれるわけですけどもそういう段階を踏んでい、えー、くわけですね皆さんも記憶にあると思うんですが昨年の10月岩本孝一というね容疑者今は被告になってますが、まあ、この岩本孝一被告はですね岡山県警出身なんですけども現在は中四国管区警察局に出向しています中四国管区警察学校で、まあ、教官をやってるわけですけども このね岩本光一、岡山県警で署長もやっている、あ今回のこの井上、えー、容疑者も、ですね岡山県警では警察署長とも歴任しているということなんですが、この岩本光一、えー、被告、ね、皆さん、記憶にありますよね、女性を呼びつけてね、お前がやってることはこうだろうと。 しましょかけとかね、そんなことを書いて、自分もそういった不同意まるをやっていたということで、まあ、逮捕され、その後ね、まあ、起訴されてます、また11月には再逮捕もされています、ただこれについても、ですね中四国管区警察局もそうですし、岡山県警も、大したコメントはね、全然出てないんですね。 まあ隠蔽しているわけではないですね、逮捕していることを発表しているので、だから隠蔽ではないんですけども、そういったコメントが出ていないというのがね、ちょっとまあ周りから見ているものについては納得できないのかなというふうに思っています。こういうい問題を まあ漏らした,教え,たも教えてもらったものは、まあ、そこ勉強しますよね、うんまあ、今回もその部下に頑張ってもらいたかったからあ教えたいや頑張ってもらいたかったら教えたっていうのはちょっとどうなのかなとまあどのように教えたかっていうこともね問題になってくると思うんですけど、まあ、事実を認めている例えば今交通部ではこういった問題が非常に大きく捉えてるからその辺りを勉強しろ。 とかね私も刑事の時に承認試験受かったんですけども巡査部長試験ですけどもね私は機動捜査隊の時に受かったので機動捜査隊の,、まああの係長とかあと警部さんからですね今刑事部はこういったところに力を入れてるからこの辺りを絶対勉強しといた方がいいよと出る可能性十分あるよ って言われたりとかですね去年こういう大きな事件が起きたからそれに対する対応策について述べろとかそういったのが出てくるよとかですねそういったアドバイスはあるんです。それは私だけじゃなないですよみんなに 特に一次試験があるんですね。一次試験を受かったものが集められて、こういう試験対策をしなさいとかですね、こういうふうな書き方、えー、まずはじめにから始まって最後に自分の意見を必ずこう述べた方がいいよとか、いろんなアドバイスは受けるんですけども、さすがに試験問題をそういう方も知ってるわけじゃないので、さすがにそういうのはあれば、 必ずバレるだろうなと思いますこの部下の警察官だってなんであいつだけ教えてもらってんだで、まあ、教えてもらった方も交通部長からこんなアドバイスいただいたなんて言っちゃったんですかね SNS とか LINE とかが残っていたりしたのかどうか分かりませんもちろん交通部長が LINE で教えるってことはないと思うんですけども、まあ、そういったね不公平感があれば当然ですけども同じ、まあ、これ内部告発というよりも内部からそういう不平が出て 当たり前だと思いますえそういった中でえ今回こういったことが発覚したしかも岡山県警については岡山県警に数人しかいない警視正前回岩本浩一容疑者も岡山県警の警視正ですまあ今はね出向してますけどもえ2年すれば戻ってきますからね県警のトップ中のトップがこう犯してしまったもちろん岩本浩一 被告がね、犯したことに比べれば、これ内部でのことだから、この岩本浩一、えー、容疑者、あまあ、被告、今、犯したことっていうのは、被害者、女性の被害者がね、若い女性の被害者がいるわけですから、これ、絶対許せることはできない、かなり重い実刑になると思います、懲戒免職ですから、退職金なんか全く出るわけじゃないです、まあ、この岡山県警の交通部長はね、まあ、逮捕されてませんし、逮捕されないと思います、まあ、本人認めてますしね。 そういったところでは国家公務員法違反で罰金の可能性が強いのかなということで懲戒免職にはならないんじゃないかなと私は過去のねそういう情報漏洩とかを見てもうんのかなというふうに思いますま。交通部長 となればですね県警のの交通部トップですから今のところメディアではですね50歳代としかね発表されていませんまあ定年間際だと思います今回のことでまあ送検されればですね本人まああの退職するするのではないかなというふうに思ってますけどまあちょっとこれはね現職の警察官を含め警察の OB も含めてねちょっとショッキングな証人、えー、試験問題一般の方からしてみたらその内部の試験だろうと思うかわかりませんけどもこのね証人試験においていく 階級症が変わってくるわけですねそれから考えると非常に大きな問題ではなかったのかなというふうに思ったりしています本日は以上になりますありがとうございました小川大平の事件考察室ではですね皆さんからの情報をお待ちしておりますまあコメントはもちろんですけども何か事件の情報ご質問ご相談そういったことがありましたらぜひこのテロップ出てると思うんですけどもこちらまで ご連絡をくださいまた、ですね取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとか、ですねそういったことがあれば、そういったものも,も,のもですねぜひご連絡いただければと思いますよろししくお願いします。